ただ呼び古文解釈編。この時間は僕、浅倉司がお送りいたします。さあ、今回で条件と結果が最後になりますが、かなりレベルの高い問題を扱いますので、まあ、ぜひね、予習をしてから見てください。はい、ではまず基礎の確認からです。接続助詞まだいるよね。例えば、もののものをものからものゆえのように、もの系の単語。 ね、もそれでいいよ。物の系の単語でまとめちゃってね。で、逆説の確定条件で、けれどもとかだがって訳すけど、あのね、もちろん訳も大事だけど、ぜひね、この解釈の時間に考えてほしいのは、何と言い換えできるかなっていう、その言い換え力ね。これはさ、言語を学ぶにあたってはすごく大事だよね。違う言葉に変換できるんだっていうのは。例えば、 この物系の単語は何と変換できるって言われたら、もうお馴染みの、どとかどもと言い換え可能でしょで、同じように、ながらっていう言葉も逆説の確定条件で、けれどもだがって持っていけるよね。で、これはさ、文法の授業とか見てもらうとわかるけど、平行のね、なんちゃらなままでとか昔ながらのながらもあれば、体言とセットになって、 すべてとかすっかりなんて訳すときあるでしょちなみにね、なんで同時並行の並行とこの逆説が同じ単語になってるのって話なんだけど、あのね、元はこっちなの。元々は何かの同時に並行するなんだけど、あのさ、並行する事象、まあ事実ね。それって見方変えたら実は逆説になりそうなときあるのよ。例えば、彼女は幼いながらも ちゃんとしているっていうのって、幼いこととちゃんとしていることは同時に平行してるんだけど、目線変えたら逆説にもなるでしょだからなの。だからこれね、成立過程が実は、こっちが先、平行があってから、その後、いろんな用法を経て逆説が出てきたんだっていうふうにね、思ってくれると、ああ、だから、ながらで逆説取れるんだなっていうのはわかるよね。で、ここまでは接続助詞だった。やっと終わったよ。でもこれでわかった ね第1項からさ、条件と結果の接続助詞見てきたでしょバがいたよね。どうどもがいたよね。ね、あとは終止形に友もいるよね。あとは、今日やってるもの系の単語もいれば、ながらもいるし、第2項は、ね上が連帯系になってるおとかにとかもいたね。うん。 だから、こういうものは全て実は条件と結果を作ってるんだってことが極めて重要だから、そこを押さえてね。ただ、条件と結果はこれだけじゃない。経営女子の特殊な用法にもあるね。で、それが、こそがあって、こそは普通、後ろを依然形にするよねっていうのが定番だけど、ここは大事だったね。依然形の下が、点だった時が、まさに、 逆説取れるんでしたよね。ね。ってことは、言い換えて。うん。どうどもと言い換えかのながらと言い換えかのあとは、場面によっては、おとかにも OK だよね。うん。だから、彼もね、こ,こそ依然経点が、けれどもとかだがで訳すよねって言って、訳が大事って言われるけど、そうじゃないよ。ここには、条件と結果の関係性が生まれちゃうから、それを読解に活かすっていうことを意識してください。 さあじゃあもう今日は早速ですが、問題に移りましょう。はいじゃあやってみよう。次の文章は、慶安三年に書かれた京極一子の涙草の一節なんだって。で、少し読解が入るから、一応僕読解どういうふうに授業してるのかってこともね、見てもらいたいので、えー、やってみましょうか。えー、作者は登場人物出てきたとき、こういうふうにね、黒で四角囲います。これはね、 あの、自分で好きなようにルール決めてもらっていいですよ。あの、登場人物はね、誰が出てきたのかなを把握する上では大事なので、チェックつける癖つけてね。で、えっ、ー、と、作者は、ハリマの国立つの、の人なんだって。で、夫、登場人物、えー、と、の間に、男の子、名前が頼もうだって。ね。を、設けるが、ああ、間もなく夫が病没なくなっちゃったんだね。 で、その後、6歳になった頼もは、江戸の親類。出てくるかなねえ。親戚のお家に養子として迎えられることになる、以下、その出発の準備をしている場面なんだって。ね。で、実は今日のやつね、抜粋してきてしまったので、この前の部分に、この男の子が、ま、すごく、江戸に行きたがってる、喜んでるっていう話があるんだけど、まあまあ、それはあまり気にしなくても読めるので、 ちょっとね、途中からですが見てみましょう。さあ、こんな感じ。常の子供のように、まあ一般的な子供のように、親のあたり離れがたくしたい悲しみたまはば。ね。親の、まああたりだから、まあ親の近くでいい親の近くを離れたくないなぁなんていう風に、悲しみたまはばってなってるから、注目だよね。 場の働きは上が条件、下が結果、そしてその結果はある程度想像できる結果。だけどね、今日ね、まあそれも大事なんだけど、何系 <laughs> 何系だって <laughs>、何系 <laughs> うん。玉は未然系だよね。で、未然系プラス場は、何過程になるね。で、 あまあ、家庭に注目する必要は本当はないんだけど、でもね、今日はちょっとしなきゃいけない。なんでかっていうと、後ろ見ると、ここにましがいるでしょ何が起きるこれが起きる。半日仮うだよね。ちゃんと勉強できてるましかば、まし、ませば、まし、せばまし。あとはね、 家庭条件が来て、ましの形でも半日仮想取れるの。だってさ、そもそも半日仮想は、訳し方が、もし何々、だったらっていう形で、家庭になってるでしょで、あとはそもそも、ましかばも、ませばも、せばも、こでって、未然形プラスばの形だからね。でもね、これをね、あ,あ、知ってるよ、そんなのって思ってる人、本当に知ってるかな、それって。うん、それはちょっと違うと思うよ。訳すのは、それただ、置き換えただけ。 今、僕たちがやりたいのは読解でしょ読解はただ訳すだけの作業は読解と言わないの。例えば、半日仮想って何が入試においては大事かっていうと、半日仮想はあくまでも事実に反することを仮に想像する仮定法の一種だから、ここに書かれてるものは現実じゃないんだよ。もし何々だったら。 もし私が鳥だったらあなたのもとに飛んでいくことができるのに、でも悲しいかな現実僕は鳥じゃない。従っては皆さんのもとに飛んでいくことできないの。なんでそんな妄想世界のことだけ読んで納得しちゃうの違うよ。それはあくまでもその話し手が妄想して考えていることだから、正確に読解する上で大事なのは、半日仮想が出てきたときは、こっち、現実捉えること。 何々ではないので、点点点でなかった。作り方簡単。上の文を否定して、下の文を否定すればできるから。鳥だったら、あなたの元に飛んでいけたのに、でも悲しい現実は、僕は鳥ではないので、あなたの元には飛んでいけないなんだよね。OK? 半日仮想出てきたら、必ず現実に戻して、何を言いたいのつかんでよ。本文戻ろう。 何起きるかかるかかわ一般的な子供のように親の近くを離れたくないなっていうふうに悲しんでるならばどんな結果になってる思いも勝って悲しいなっていうふうには本文には書いてある一般的な子供のように親から離れたくないっていうふうに悲しんでくれてるんだったら私だってこれ作者だね 作者だって悲しいんだって言ってるんだけど、でもここに書かれてるのは半日かそう。現実じゃないんだよ。現実は何一般的な子供ではないので、悲しむこともないんだよね。一般的な子供のように悲しむことはないんだって。だから、全然悲しくないよって言ってるみたい。何のことかわかるこの息子が、 一般的な子供ではないから全然親から離れることを悲しくない。従って親である私も悲しくないっていう現実を言ってるんだよ。あの子全然悲しがってくれないんだもん。私だって悲しくないよっていうふうに作者は反日化層で事実を示してくれてるの。そして、このの働きはいいよね。上が条件、下が結果になる接続助詞 どんな結果になってる現実へ捉えてよ。私は悲しくない。結果、かえってむしろ、なかなか重要単語、かえってむしろ、心安いなんだって、安心しちゃってるんだって、じゃあこれはどういう結果になった悲しくないので、いや、むしろっつってね。きっと純説型でしょ、ね。悲しくない。むしろ、安心してるみたい。でもなんだよね。 今日のメインはここ。ものからは、どうや、どうもと、時間置き換え可能の、上が条件、下が結果になる、裏切りの結果を導くんでしょってことは、あ私現実としてあんまり悲しくない。むしろ、帰って安心してるっていうふうにさっき言ってた。 安心してるものからで裏切りが来るならこの後の展開予測できるよね。そこで予測するのがかいどういうの予測する、まあ、安心してる。裏切る。でもやっぱり悲しいっていう、その心の揺れ動きがまた出てきてるんじゃないだから結果どうなってるいくよ。何心なく、言い訳なきありさまに、引き分かれ立てつらむ、 悲しさは、やる方なく、あるって言ってるんだよね。この辺重要単語がいくつか出てきてるから、それ単語でまず確認してからね、回答に持っていきましょう。はい、じゃあ棒戦場で出てきた重要単語拾うよ。まず一つ目が、何心なしね。これね、よく記述で答えなさいって問題で出ます。役は、 無邪気だとか無心だって意味ね。無心は分かりそう。だって、心がないでしょね。ほら。無心でね。そのまま。うん。無邪気。これと意味一緒ね。無心っていうのはね。さて次。言い訳なしだよね。うん。これはさ、漢字で書くと分かるんだけど、別に漢字で覚える必要はないよ。言い訳なしも一問一答レベルの単語。 あどけないとか、押さないって意味ね。ほら、幼稚の地だから。ね。幼稚の地で言い訳なし。そして、最後。やる方なしね。うん。やる方のこのやるっていう単語は、向こうへって意味なのだから、ほら、この字使って、剣、投、しとか、剣隋詩って言うでしょあれは、投の方へやるな。 随の方へやるな。でもこれだと、やる方向がないって意味になるでしょ要は、あなたの気持ちがやる方向がない。向こうに行かないって意味なんだ。だから、どうしようもないとか、あるいはまあ心のやり場がないなんていうふうに訳してもいいわけ。まあ、要は、心がどっかに行くっていうその発散がないって意味ね。 さあ、ここまでのお膳立てをして、あとはあの、ものからによる逆説の展開に乗っけよ。はい。では、さっきの展開も踏まえて、まずは、直訳出してみよう。直訳ね。口語訳しなさいって問題が出てきたら、まずは、単語と文法に忠実に直訳してみようね。そうすると、無邪気であどけない様子に、お別れする悲しさは、 どうしようもなかったっていう風に訳せばいいんだよね。うん、どこがポイントかなまあ、今日はあまりテーマにはなってないから、軽くしておくけど、ここのたてまつるがね、謙譲語の補助同士だから、を何々するって訳し方が定番でしょで、あとは、この無が、下に悲しさっていう体現、名詞を伴ってるから、その時の無っていうのは、 婉曲の助動詞になるんだよね。うん。婉曲って何とかのようにって訳してもいいんだけど、まあ基本、訳さないっていうのが通例なので、まあ今日も訳は書いて抜いときました。そうすると、今、ただただだらだら訳したようだけど、でも違うでしょこの作者は、息子がね、全然悲しんでくれないから、むしろ帰って安心してたんだけど、でもやっぱり、 やっぱり、この悲しさはどうしようもないよね。やり場がないんだよね。っていうのが物からによって出てきてたわけじゃない。それが、皆さんと僕が共有した読解の成果でしょ今、単語ゲームを僕はしなかったの。こういう展開来るよね。で、訳してみようよ。確かにそうなった。納得なんだよ。それをもって。あとは、ほら、今日は、敵、技、合を補ってって言ってから、まあ、いろんな合を補っていこうよっていうところを、 補っていこうねだ。ただね、まあ、これまだ解釈編の第3回目だから、あまりここから深く突っ込んでいっちゃうとね、うんえって思う人いるかもしれない。難しいよ。だから、今はここだけ理解して。この悲しさはどうしようもないっていうのは、物からによって導かれた僕らの予想を裏切った展開になったよね。だから役はこういう方向になるねっていうところが確認できていれば、今日はそれでいい。 全然それでいいから。さあ見てる人の中で、本当にハイレベル狙ってる人、正当書くね。はい。では、正当で見てみましょう。あのね、一応回答こんな感じ。頼むの、無邪気であどけなく江戸へ向かう喜びを表している様子を見ると、息子とお別れをする悲しさはどう収めようもなかった。でね、欲張らなくていい。大事な点は、この最後の部分が、 ちゃんと皆さんが物からから想像した結果として書いたかどうかが大事なの。訳したらそうだったじゃなくて、物からによって安心してるでも、やっぱりまだ悲しさがあるんだっていう展開来るような、よしじゃあ回答こうだよねっていう風に書いたかどうかが大事なんだよ。あのね、単語のゲームをしてるんじゃないの僕らは。だから、ちゃんと読解のもとで物からがあるってことは安心したけど、でもやっぱり、 悲しさがあるんだな。じゃあ、回答のお尻が悲しさがどう収めようもなかった。どうしようもなかったみたいな形になってれば、あ、これが作者の心情だよねって分かって書いたってことになるよね。うん。それで今日は十分。第3回目だから。ね。たださ、一応知っておいてほしいことだけ言うね。現代語訳しなさいの問題で、今回のように合議なってとか、分かりやすくなんていうふうにこうやって書いてあったときはね、 真っ先にチェックしてほしいのは、主語が抜けてないかなってところは確認しよう。今回のやつ言うと、あどけないって言うけど、それ、主語ないじゃんだから誰があどけないのあ息子だなっていう、こういうのはちゃんと補う姿勢はつけてみよう。これもね、会社兼他でもちゃんとやるから大丈夫。安心して。あとは、こういうのも必要ね。お別れするって言ったけど、それ、誰とお別れするのっていうのはちゃんと突っ込み入れなきゃ。ね。なので、まあまあ、 会社編まだありますので、もう少しね、現代語訳のところは他のパートで扱うとして、今日押さえてほしいのは、もの系の単語やながらやこそ依然系点になると逆説が起きるんだから、そこには条件結果来るでしょじゃあ後ろの展開予測できるよねってところができたかを今日のね、反省点にしてみてください。じゃあ今日はこの辺で。